ケンソンです。今御影にね来てます。ちょっとこういつも行ってるところとかね、コロナ明けどんな感じになったんでしょうかねっていうことで、ちょっと今から行ってみようと思います。ちょうどもう駅の南側はまあだんだんまあ店も開いてって感じですかね。もうみんなね使ってるライフォートもしっかり開いて、ゲオも開いてます。よいしょ、定食屋さんも開いてるし、よいしょ、みんな大好き三好もねしっかり開いてますんでね、よいしょ、はい、パチンコ屋さんもねしっかり開いてって感じですかね。まあどこもかしこももう、経済活動を取り戻してるんですけど、人はねやっぱりちょっと少なめにはなっています。よいしょ。でちなみにねここね左向くじゃん、大西商店だよね。かき氷とか今もう氷の時期だから、アイスモナカかき氷めっちゃうまそうでした。はい、この前ビッグアップさせていただいたシマウマさんね、シマウマさんも開いてるんですよね。新メニュースタート、何お酒もたっぷり、わお、ちょっと後で覗こっかな。パパリンさんの言われてたね、二重子さん、行ってみようと思います。二重子さんってね、これパン食セットっていうのがあってね、これね、ドリンク2杯と好きな一品料理の3種盛り合わせがついてくると、楽しそうですね。声もたくさん聞こえてきてます。じゃあ行ってみましょう。無事撮影許可もいただけましたんで今から飲んでいきます。二重子パン食セットっていうのを頼んできました。飲むのは1杯ついて、小鉢が3つつくとかね、そんなセットになってます。いただきます。できました。ホルモンポン酢ですね。あとタコの湯引き刺し、すごいな。あとこちら木寿司ですね。この3点と生ビール付きでの、せんべろセットになってますので、ね、相当美味しそうです。いただきます。それでは最初にタコ、湯引き刺しですね。人生初めてですね、タコの湯引き刺しいただきます。ちょっと見えづらいですね、すいません。うっすら白くなったタコですね。生ダコがちょっと白くなった、本当に湯引きです。いただきます。とりあえずね、タコ湯引きがやばかった。もうめちゃくちゃやばい、これめっちゃいいタコ。わっ、うん、お醤油も生醤油かな。ちゃんと生醤油で食べることなかなかなかったんで美味しいっすね。生醤油じゃないからこれ、生醤油だね。美味しい。ちょっとこうしっぽり飲みたいときにね、おとなしく飲みたいですね。ちょっとさね、まだ早い時間なんでもうパパッと食べちゃいます。次タコから木寿司に、行ってみようと思います。木寿司ももう本当お作りじゃないかっていうぐらいの綺麗な木寿司です。見てください、これ
素手はちゃんと締めてあるんで、うん、美味しいです。これうまいっすね。これほんと醤油とかいらなくて、こうなんかわさびと木寿司だけで食べたら美味しいです、うん。ポン、ホルモンポン酢いただいてみようと思います。ホルモン、豚のホルモンですね。いただきます。うわっ、うん、普通の白もつかと思って食べたら下処理がしっかりしてんのかな。めっちゃ美味しいですねこれ。ちょっと見たことない部位も入ってました。いただきます。ホルモン分かりました。この部位レバーだっていう。湯通しして出したら美味しいわ。歯ごたえが硬くなりすぎないようになってる。このレバー美味しい。これはこれいいっすね。あ、すいません。すいません。ありがとうございます。この三種盛りなんですけど、見た目以上に、パンチとボリュームあります。美味しい。やばい。はい、ちょっとつつきながら、飲む。これは値打ちありますね。本当にちゃんとしたお作りだったりがこの価格でって難しいですからね。うまい。ちょっと次の料理来てます。ちょっと写します。馬刺しのね、二重子っていう部分ですね。あばら部分みたいになってますね、これ本当に美味しそうですね。今はもう生で牛食べられませんからね。こういう馬刺しがありがたいな、薬味の方も3点ついて、いただけるようになってます。2杯目は、赤霧島ロックですね。先ほど紹介させていただきました二重子と一緒に、いただこうと思います。まさに九州ですね、はい。こちらね、あばら部分の二重子に、こちらはニンニクですね。ちょいと乗せて、馬刺しって風味があるからこう結構薬味で匂い消すっていうのが大事なんですけど、匂いしないね。おいしいよ。すげえなこれ。芋焼酎で、芋焼酎みたいなおっさんが芋焼酎いただきます。今日は赤霧です。いつも黒霧か黒芋ぐらいしか飲めないんですけどね。こうちょっとフルーティーなんですよね。飲み口の最後はね、飲み後か、飲み口は一緒です。あとはひたすらあの馬刺しと、焼酎と遊ぶ感じなんですけどね。幸せな時間ですね、本当に。気持ちいい。
あばらの部分で油が若干乗っていくからこう風味がさらに美味しいんだけど、かなり新鮮じゃないとあれだね、美味しく楽しめないタイプですから。二重子さんでいただいてきました。めちゃくちゃ美味しかったです。本当ね、ちょっとお年召した方とかちゃんとした料理を食べたいよっていう人でもちゃんとご案内できる、お店になってました。せんべろセットもあるしね、馬刺しでゆっくりしたいとき、芋焼酎楽しみたいとき、ぜひね二重子さん、いらっしゃいませ。ありがとうございました。ごちそうさまです。